G1 ヒストリー桜花賞。1939年、イギリスのクラシックレースになぞらえ、最もスピードのある牝馬を選定すべく始まった桜花賞。数々の名牝たちがこの舞台から羽ばたいていった。1997年の桜花賞は2頭の馬に注目が集まっていた。その名はメジロノーベル、競泳マーチ。メジロノーベルは、メジロノーベル先頭だ。2番手はシーズプリンセス、スーパーブラスが3番手。メジロノーベル、メジロノーベル降臨。特別戦から3連勝で G1 阪神三歳牝馬ステークスを制覇し、世代トップに君臨していた。一方、競泳マーチはエルフィンステークス、高知杯、4歳牝馬特別を連勝。堂々とメジロノーベルに挑戦状を叩きつけた。そんな2頭が初めて顔を合わせた桜花賞。後日、一番人気で迎えたのは競泳マーチ。メジロノーベルは2番人気に支持された。スタートしました、揃いました、綺麗なスタートを切りました。大外枠から果敢に先手を奪いに行く競泳マーチ。そして競泳マーチが外から軍隊がしていきました。前4頭、対照的にメジロノーベルは後方でじっくりと足を溜める。メジロノーベルは後ろから5頭目の位置。そしてメジロノーベルが一番外から上がってくる。さあ競泳マーチ先頭か、外からメジロノーベル、メジロノーベルを追ってきた。さあ先頭は競泳マーチ、競泳マーチだ。2番手メジロノーベルとホーネットピアスが3番手から2番手に接近。競泳マーチ、マスターマミキオ降臨。メジロノーベルに
もしかして、どうしてもらうのか。